皆さんこんにちは、編集担当のアスムです。なんとあの大人気アニメナルト疾風伝がフォートナイトとコラボするということで、詳しい情報などが公開されました。ということで今回のゲームニュースは、フォートナイトにナルト、サスケ、サクラ、カカシが参戦。アニメナルト、ナルト疾風伝とのコラボ情報をチェック。記事はファミ通 .com より引用しています。エピックゲームズは集英社とピエロと連携し、フォートナイトにナルト疾風伝から渦巻ナルト、ウチハサスケ、春の桜、畑カカシが参戦することを発表した。コラボキャラクターはおなじみのコスチュームをゲーム内で購入できるほか、渦巻ナルト、春の桜、畑カカシは別のスタイルも用意。七代目ホカゲ、ウチハサクラ、アンブカカシのスタイルが含まれる。以下リリースを引用。フォートナイトに初となるアニメ作品ナルト疾風伝がフォートナイトとコラボ。世界中のAAAゲームタイトル等で使用されているゲームエンジンアンリアルエンジンの開発会社であり、大人気のバトルロイヤルゲームフォートナイトのメーカーでもあるエピックゲームズは、集英社とピエロと連携し、世界的な大ヒットアニメシリーズナルト疾風伝から渦巻ナルト、ウチハサスケ、春の桜と畑カカシがフォートナイトに参戦します。11月16日火曜日より、超ヒットテレビゲームと総合的エンターテイメントのプラットフォームフォートナイトに初となるアニメコラボでは、ナルト疾風伝のキャラクターが登場します。フォートナイトでは100人の中から最後の1人またはチームとして勝ち残り、ビクトリーロイヤルを目指すバトルロイヤルモードが一番知られているが、自分だけの島でオリジナルゲーム、コンサート、フィルムなどの体験を友達と一緒に楽しめることが可能なもう一つのゲームモードクリエイティブでも人気を博しています。4億以上の登録アカウントを持つフォートナイトで、世界中のプレイヤーたちがゲームに飛び込み夢のコラボを楽しめます。コラボのアイテム、コスチューム、ナルト疾風伝の渦巻ナルト、ウチハサスケ、春の桜と畑カカシのおなじみのコスチュームをゲーム内で購入できるほか、渦巻ナルト、春の桜と畑カカシは別のスタイルも用意されています。渦巻ナルトのもう一つのスタイルは七代目ホカゲ、春の桜はウチハサクラと畑カカシはアンブカカシのスタイルが含まれています。バックアクセサリーとグライダー、ナルトの巻物、カカシの人間パックン、サクラの木の葉隠れのマントとサスケの風魔手裏剣の象徴的なアイテムもバックアクセサリーとして装備可能です。渦巻ナルトの中に封印されたお銃キューラマ、クラマのグライダーでフォートナイトのマップに着陸したり、武器と回復アイテムを拾い集めることもできます。ツルハシ、ナルト疾風伝の武器をテーマにしたツルハシもあり、飛弾の鎌、暗部の刀、区内別スタイルブラック突きと草薙の剣を使って建築素材を集めましょう。エモート、さらにナルトファンが大好きなラーメンを食べるエモート、ラーメンの時間と口寄せのすべエモートもご利用できます。畑カカシからの任務と新たな忍者の武器。コラボではフォートナイトを遊びながらナルト、ナルト疾風伝の世界を味わえます。カカシは装着できるコスチュームでありながら、フォートナイトのマップにもカカシのキャラクターが存在し、見つけたプレイヤーには重要な忍者の任務が与えられます。クリアすると報酬を入手できます。さらにマップからあの起爆札付きクナイが武器で拾い敵プレイヤーに投げつけることができます。クリエイティブモードで木の葉隠れの里の体験、最後にナルトの世界におけるナルトたちの住まい木の葉隠れの里がフォートナイトクリエイティブモードでマップとして登場します。おなじみのホカゲ岩から
ナルトの大好きな一楽ラーメン屋に至るまで、まるでアニメの世界に入り込んだような体験を楽しめます。コミュニティバトル忍道、日本時間の11月17日午後6時から11月22日午前1時59分までの期間限定で、クリアするとゲーム内報酬が獲得できるコミュニティバトルチャレンジが登場します。上位1万に毎日入ったプレイヤーはグライダーキューラマを獲得するチャンスが与えられます。参加方法は忍道のウェブサイトで登録が必要です。詳細に関しては忍道ブログ投稿をご確認してください。フォートナイトは基本プレイ無料、対応プラットフォームはプレイステーション4、プレイステーション5、ニンテンドー、スイッチ、Xbox One、Xbox One XS、Windows と Android です。ダウンロードしてナルトとのコラボを今すぐ体験しよう。以上が記事の内容でした。それではここでネットの反応を見てみましょう。ついにナルトコラボ、ナルトあんま知らんけど初の日本のキャラクターとのコラボだから、これを機に日本漫画のコラボ増えてほしい。いよいよナルトが来るみたいですね。私はアニメをちょっとしか見たことないので、無料漫画で今3巻まで読んでるとこです。フォートナイトはだいぶ昔にゲームの才能なさすぎ&時間泥棒すぎて卒業したけれど、カカシ先生欲しい、動かしたい衝動。ナルトのキャラが銃を持って殺し合いをしているのなんて考えたくない。フォートナイトに馴染むことなんてできるのだろうか。ナルトのキャラがショットガンを持って敵を追いかけてるの想像すると笑える。ナルトスキンで煽り行為だけは嫌だな。フォートナイト×ナルトコラボおめでとうございます。銀魂にも忍者出てくるんだけど、どっかの忍者大好きアメリカゲームさんとか拾ってくれないかな。フォートナイトナルトコラボですって、スキン売ってます。さすが日本のアニメ、まさかコラボするとは思わんだ。もう男のキャラは使わないと決めてるのにカカシがかっこいい。贅沢を言えばイチャイチャパラダイスを持ってて欲しかったけど、大人の事情で無理なんだろうな。ナルトコラボは第7版の4人か。ここは外してこないのね。少年編の格好に変えられたら最高なんだけどな。フォートナイトナルトとコラボはやばいやろ。ナルトが死体打ちしてるとこ見たくない。以上がネットの反応でした。フォートナイトとナルトがコラボするのは予想外でしたね。それにしてもネットでも声が上がってるように、ナルトたちが銃で戦ってるのは想像するだけでも笑ってしまいますね。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。アユナのゲーム実況もありますので、そちらもぜひご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。